花の刑事雲の彼方に。呪落台大手門前。名前だぶ名前だぶ、きっと今頃殺されとるやろな。もうダメやろな。ああ名前だぶ。な、で、出てきたぞ。はあ、幽霊やないで。ほんま、生きてはる。なんだみんな、しけた面してよ。前田利家屋敷。へいへいへいや。殿お待ちよ。お帰りなさいませ。どうでした、刑事殿は無事対面なされましたか？刑事の名を口にするな、不愉快じゃ。大丈夫ですよ、刑事は大役を見事に果たしました。ん、スケーモン殿、歌舞伎ごめん。ええ、褒美の馬を頂戴したばかりか、どこででも意地を通してよいという御意までいただいたのです。あ、まあ、これで殿は刑事を罰することができぬ上に面目丸つぶれ、気に入らぬのも無理はない。しかし刑事も命を懸けて対面に挑んだのです。列席した大名たちは見事に男を挙げて悠々と退出していく刑事に思わず見とれていたとのこと。命を懸けてってどういうことです？うん、成り行きによっては刑事は秀吉を殺すつもりだったのです。殺す？まさか。私はせいぜい秀吉様を笑わせて差し上げればよいと。やはりそうか。え？お松殿、刑事は歌舞伎者といえど一個の大号の者の夫、その男が人前で晒し者となることができましょうか？お松はこの時初めて己の願いが刑事に死を決意させたことを悟った。だがそれでいい、惚れた者のために死するも物の国ござる。そう、あの時。ああ、いいよ。そう言っただけの刑事の目は悲しげであった。お松はそれを理解すべきであったのだ。私は嫌な女ね、男に死を覚悟させておいてそれに気がつかないなんて。おれおれおれ、やだな、あんた本当に男の中の男だよ。天下の秀吉様に歌舞伎御免の御意もらうなんて。うん、もう本当に行って帰ってよかった。おめえ泣き上戸だったんだな。あんまりみんなで騒ぐもんだから、旦那照れてやんな。のっといけねえ、松風に飯をやるの忘れてた。あ、お松様、どうしたんです、友も連れずに。お松様、このようなところにお一人で来られては。刑事殿に会います。あ、ちょっと。おっとっと。あ、誰だおい。さあ、だがきっとありゃどこぞの名のある家の奥方に違いねえ。
私、なんて言ったらいいのか。すみま…あ、忘れておった。あいつ、まだ待っててくれてるかな。すっかり忘れてしまってたな。いや、きっと待っててくれているに違いない。何か…お松さんの、これから一緒に会いに行きませんか。誰に？よし、行こう。一体どこへ？見えてきてござる。おお。やはり、まだ花を散らさず待っていてくれたか。いや、この桜の老木は滝川郡にいた頃からの友でね。戦から帰れば必ず会いに来る約束をしておるのです。この桜と。こやつも意地っ張りだ。おいても毎年俺のために見事な花を咲かせてくれる。遅れてすまぬ。待っててくれてありがとう。刑事には人も獣も木も花も違いがなかった。すべて自分の友だった。それは人には上も下もなしとし、主を持たずに己の芸だけで生きる刑事の心情であった。こやつ、俺になかなか死なぬやつと悪態をついてござるよ。それがいい。その笑顔が何よりの地層です。